医師長内です。今日はオフ会のお知らせをしたいと思います。以前よりねお話をしていたところなんですけれども、来月の6月の8日の土曜日、オフ会をね開催したいと考えています。場所については塩尻市の長坂田公園の道の駅、こちらの方にしたいと思っていますが、時間は午前の9時からお昼ぐらいまで、まあ、特にですね何かイベントをやるとかそういうわけではなく、まあ、私の動画の視聴者さんや、まあ、同じ車に興味あられる方とか、そういう方でね、少しお話をしたりとか、そういう、まあ、交流の機会をね設けようと思っています。それでオフ会というのはですね、まあ、結構ね大きな、まあ、イベントというか、まあ、集まりになってしまって、まあ、迷惑をかけるとかですね、そういうことにもなりかねないので、まあ、今回はですね特に、まあ、少人数、まあ、数人ぐらいでねいいかと思っています。このようなオフ会を開催するとかなりますとですね、本来はその使用許可みたいな形を得て、まあ、それで正式に開催するというような、そういう段取りにはなるんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、管理者さんの方にもちょっとお話聞いた、見たところなんですが、まあ、ごく数台程度で、まあ、少しのお話時間と、あとまあまあ、飲食とかね時間があれば、まあ、しようかなとも思っていますので、そのような利用方法であれば特に、お届け出等はね、まあ、必要ないような形でおっしゃっていたので、まあ、少ない人数でね、まあ、車のお話をする機会にしようと、そういうふうに考えています。まあ、オフ会をですねいきなりやりますよ、たくさんの人に集まってください、どんな人でもいいですよっていうのはね、そういうのとはちょっと違うので、まあ、ごくありふれたというかね、何気ない気の合う者同士の集まりというのもね、そういう延長で考えています。それで実際にねオフ会じゃあ集まってね何かやりましょう、何かそのツーリングとかねそういうのやるんですかというような、そういうまあ、お話いただく場合もあるんですけども、まあ、何せそのような集まりをね、まあ、私主導でやったこととかもないですし、まあ、他のその自動車ミーティングに行ってみますと、ロータスの集まりで何かやらないでいいんですかとかね、結構何回かお聞きされる方いらっしゃいました。まあロータスの車に限らずですね、まあ、趣旨としては、まあ、ライトウェイトスポーツジャンル、まあ、私の好みに合わせると言ってしまえばね、まあ、恐縮ではありますけども、まあ、こういう軽い車、軽くて小さくてその、まあ、運転が楽しい車、そういうオーナーさんにね集まってもらえば話も合うのかなというような、そんな風に思っています。それなんでロータスに乗ってる方限定というわけではありませんので、まあ私の動画に出しているジャンルがお好きな方であればね、どなたでもかというような形にしたいと思います。まあ、ただね単に、車が見たいからっていうような感じで来られても、人数がそもそも少ないことが予想されるので、まあ、それなりの、ね、車をお持ちの方が、ね、集まった方がいいかと思います。信州サンデーミーティングみたいにねまあ、いろいろな混ぜこぜのジャンルというわけではなく、まあ、私が動画に出しているようなね、感じの雰囲気でと思っていただければねいいと思います。それでまあ主にですねこのロータスの車両でいろいろとその動画を作ったりお話ししているところではあるので、まあ、このロータスの車両に興味のある方、まあ、将来ロータス買ってみたいなとかね、
このような車どうしたら買えるんですかとか、そういうことを話し、全般をね、お話しできる機会にもなればいいのかなというような、そんな風にも感じています。それなんでね、一番最初の段取りなんで、どういうふうになるか全くその予想つかずではありますけども、もし時間と興味ある方ね、いらっしゃいましたら、ぜひお越しください。場所とかその時間等についての詳細はまた概要欄の方に書いておきます。それとあと、開催の日にちが6月の8日ということなので、そろそろ梅雨時期、梅雨入りするかなというような、そんなタイミングの時でもあります。この信州のね、梅雨入りというのはだいたい例年でいくと6月10日前後ぐらいだと思うので、ちょうど梅雨入りのタイミングになる、直前じゃないかなというような、そんな気がしています。それで天候については何とも言えないので、私の動画のそのコミュニティ欄っていうのがありますので、そこのところに、2、3日前にその決行するかどうかということを、一応情報として載せるようにします。それなので、このコミュニティ欄の方を必ずチェックするようにしてください。せっかく来られてもね、ちょっと天候が怪しいのでやめになりましたということは避けたいので、一応そこで告知はするようにします。それとこの長坂田公園、道の駅が併設になっておりまして、結構ね広いエリアになります。駐車場は約600台ぐらい止めれるスペースになっているので、どの場所にいるかどうかっていうのがね、分からないと思います。ただ場所をね、やっぱ占有してずっと使うというわけにはいかないので、場所についてはですね、私がこの黄色い目立つ車でいますので、会場内というか、その道の駅の周辺ぐるぐる回って、ちょっと見つけてみてください。ここでどの位置に場所を確保しますということを言ってもね、やはりちょっと公共のところなもんですから、それはあまりよろしくないとかと思いますので、そのような形にしたいと思います。それでトイレの周辺とかですね、あと、お店というか物販のある、その辺のすぐそばとなりますと、一般の方が、ね、結構出入りするので、道の駅の少し外れたあたりにね、止めたいかとは考えています。長坂田公園の道の駅、一番奥上のところにね、遠い位置に広い駐車場がありますので、そちらの方にしようか。ただそこはね、日が照ってると結構日差しがきつくて、木陰になるようなとこもないので、それだったらば、そうですね、西側の方の駐車場のスペースがいいのかなとか、確かそちらの方はね、木が生い茂ってたような気もするので、そっちの方にしようかなと。これは当日行った関係でね、考えたいと思うので、会場内、ぐるぐる回ってみてください。それで一つのエリアがだだっ広くなってるというわけではなく、国道20号線の両脇にその駐車できるスペースがあります。それなので方角的にはね、西側と東側、どちらかということにはなるので、連絡道でつながってますんでね、会場内は移動できますので、その辺見ていただければと思います。それとアクセスについては、この長坂田公園道の駅は、高速道路長野道の岡谷インターもしくは塩尻インター、どちらからも来れますので、
南側から入られる方、あとまあ北側からね、お越しになられる方、どちらからでもアクセスがいい道の駅になってます。それで場所も広いので、比較的ね、来やすいところなのかなというような、そんな気はしてるので、この場所をね選んでみました。あとそうですね、一月はないわけなんですけども、実際その天気との兼ね合いでね、どうなるかちょっとわからないよというような、そんな感じではあります。どちらにせよね、一応じゃあそのような形で、交流というか単なるね、話して終わりというような、ただそれだけなんで、なんか期待してね来られても、つまんなく終わっちゃったというような、そんなことになりかねないので、特にね、期待せずお時間のある方は、お越しいただければと思います。はい、それではオフ会のね、お知らせについて、告知の方をさせていただきました。時間のある方はね、ぜひお越しください。それではまた次回もよろしくお願いいたします。